日立は、かつてインドネシアの首都である、ジャカルタ都市圏の電化鉄道路線で運用されていた、キロリットル3から97型電車の通称である。日本からの円尺管を利用し、1976年から電車の導入や伏線化、高架化工事などを含む、施設の近代内化が行われたジャカルタ都市圏の電化路線は、 インドネシアの経済発展による道路事情の悪化も重なり利用客の増加が年々進み続けた。その中で車両の増備も進み、1992年から製造が行われたキロリットル3から92、93型電車以降は制御方式がそれまでの抵抗制御から VVVF インバータ制御へと変更された。そしてさらなる利用客の増加に対応するべく発注が、 行われたのが製造メーカーである日立製作所にちなみ、日立と呼ばれた車両である。車体はジャカルタ都市圏の電車の標準仕様であった全長20メートル、片側3扉の4両編成で最大3編成まで連結可能である。車体は FRP 造形による先頭部や大枠の一部を除いて高校張力ステンレス鋼板を用いた軽量ステンレスで構成されている。 先頭部は、くの字に曲がった流線型、二枚窓で、上部に設置された前小灯の下には、円形の信号装置が備わっている。登場当時の塗装は当時インドネシアの鉄道を管理していたインドネシア鉄道公社のシンボルカラーで、あった青の濃淡2色の帯を倉下に塗るものであった。座席配置は、先頭車がロングシート、中間車がクロスシートとなっており、 従来車よりも床上高さを 100mm 低くすることで低床プラットフォームからの乗降が容易になっている。なお冷房装置は搭載されておらず、換気装置としてラインデリアが設置されている。台車は日本国内の通勤電車で使用実績があるボルスタレス台車を基本に設計され、軌道状態が悪いジャカルタ都市圏での運用を考慮し、台車枠の強化が行われている。 駆動装置は、歯車式き継ぎ手を用いた平行ガルダン駆動方式を採用している。主回路制御は、GTO サイリスタを半導体素子に用いた VVVF インバータ制御装置で、中間電動車に各1台搭載されている。主電動機は、勾配区間の走行を考慮した設計となっており、車体側面窓の上部にある戸袋から取り入れた空気を用いて、 冷却を行う。終電装置はシングルアームパンタグラフを用いる。1997年4月に最初の編成がインドネシアに到着し、内装など現地で製造された部品を組み合わせた後、翌5月に試運転が行われ良好な成績を記録した。この車両については一部の部品を除き、 日立製作所によって作られたが、以降の5編成20両については、日立からの技術指導のもとで、インドネシアの国営車両メーカーであるインダストリクレタ、アピによるノックダウン方式での製造が行われた。営業開始当初は、通過駅が存在するビジネスクラスに用いられていたが、冷房装置が搭載された。 都営6000系電車の無償譲渡が行われた2000年以降は、比例防車両による各駅停車列車であるエコノミークラスとして運行し、塗装も変更された。末期は乗降扉を開け放したまま走行し、運賃の安さにより混雑時には屋根の上にまで乗客が溢れるという安全性や快適性に難がある状態となっていた。 他の VVVF インバータ制御の車両と比べ故障が少なく安定した運行を続けていたが2013年7月に KRL ジャボタベックの運賃体系変更により KRL ジャボタベックの全列車が冷房完備になった結果同年の7月24日をもって他の非冷房編成とともに営業運転から引退したなお日立導入以降もジャカルタ都市圏の 電化路線における輸送需要の増加は続いたが、アジア経済危機による新型車両導入用の資金調達が困難になったことや自国企業の技術向上などの理由から、以降の車両増備は日本を含む海外からの新製車両の輸入及びノックダウン方式での生産ではなく、 日本からの中古車両の導入か海外メーカーからの技術支援による PT インカ独自の新型車両によって行われている。ありがとうございます。